リューサーの皆さんこんばんは、翔です、同僚の皆さんこんばんは、もう一緒か、はい、ということで本日はですね、行きましょう。はい、こちらですね、プラチナオーディションガチャに、中野ゆかちゃんが、登場しました。はい、こちらもですね、中野ゆかちゃんかなり待たれた方多いんじゃないですか。明日また会えるよねの最後の、SSR メンバーになりますと。SSR で唯一ね、その明日また会えるよねまだ出てなかったメンバーだったんで、まあこれでね、中野ゆかちゃんももしスカウトすることができれば、まあね、全員 SSR で見ることができると、MV ということで。MV モデルもね、まあ先に見てみると、本当に可愛いんですよね、本当。はい、こんな感じです。まあ、バレンタインっぽいですよね、若干。って勝手に言うんですけど。という感じで、性能解説しつつ、11連引いていこうかなというふうに思います。じゃあ行きましょう。性能なんですけれども、まず、中野ゆかちゃん、まあ、特訓で見てみましょう。バランス型ですね。ビジュアル若干特化の、バランス型でございますと。まあ、なんでセンター効果も、全アピール値 30% アップになっておりますと。で、まあ、特技なんですけど、そちらがですね、やばいですね。ガールズラッシュ、4秒ごと高確率一瞬でパーフェクトグレート 17% アップなんで、いや、4秒高確のビジュアル特化。まあ、特化ではないですね。バランス特化なんですけど、非常に特技が、かなり強いですね。まあ、4秒骨格は僕が、まあ、何度も多分、その、ミリアが来た時も言ったと思うんですけれども、まあ、その、他の特技が発動してない間に結構カバーしてくれるんで、4秒広角って。まあそういう意味でも、やっぱりそのスコアが出やすい、特技でありますと。まあ、ただ残念なのがね、ちょっとあのバランス型ってところで、そのビジュアル特化のパーティーには、まあちょっと入らないところがちょっと残念かなというところなんですけれども、ただね、ここでね、仮にビジュアル特化だとね、やばかったんですよ。今すでにその環境では、そのビジュアルがね、一番強いんですけれども、その、まあそれでビジュアルここでさらに強くなっちゃうとね、もう完全にビジュアルの、まあすでに今独壇場ではあるんですけど、さらに独壇場になってしまうという、状況になってしまうので、運営さんがちゃんとそのバランスをね、ちゃんと考えてくれてるんじゃないかなと思いました。はい、ということなんですけれども、バランス型なんで、まあ、基本的にサポートメンバーに入ってくる感じになってきますと。オトクラちゃんと一緒ですね、アピール値は。はい。合計アピール値は一緒なんで、まあそのサポートメンバーにどちらにしろ入る感じでございますと。非常に強いです。はい。ぜひとも僕も欲しいところではございますと。はい、ということで、まあ11年引いていこうと思いますと。引けるかね、まあこの間ミリアはちゃんと引けたんですけど、まあ牧野さんは引けなかったんですけど、まあミリア、は引けたんでね、ここでまあ引けるかどうかっていうのはちょっと怪しいところではあるんですけど、まあもう28日、まあ最後の、工場ガチャ更新ということで、まあこの後はね、まあミリアの限定ガチャですね。ミキさんと、ミリアの限定ガチャなんですけれども、まあここでちゃんとね、ちょっと、中野ちゃんちょっと欲しいんで、僕も結構、ゆかりかがね、揃えたい。ドナ吉もそうなんですけど、この3人はちゃんとなんか揃えたいところあるんで、ちょっと引いていきたいというふうに思います。いきます。はい。まあ当然のごとくロードが、まあ、入らないんですけど、60だと。ニクニャン。じゃあ9とは合ってますね。まあということで、ちょっと最近ね、60を何もなんかその気配として、その当たる気配が全然見えてないんで、ここで若干欲しいなっていう。欲を出しつつ、ちょっと10連で当たんないとは思うんだけど、まあ10連で当てたいなという気持ちを込めていきたいというふうに思います。いきます。皆様、僕に長野ゆか SSR ぜひスカウトさせてください。いきます。お願いしますってございますよ。頼んだ。ロードは入ったけど SR の可能性がある。正直ここで SSR じゃないでしょ。ほらやっぱり。ただ、あの、ロード入ったんで、新規の SR はあると思いますね。最近、レアのね、新規追加がないんで、なかなかロード入りづらかったんですけど、新規 SR がすごく正直嬉しい。新規 SR もなかなか引きづらいんですよね。ほんと、10連とかでも当たったら、それでも正直大当たりなところありますね。はい、はい、岸辺彩香さん。今回の追加ですね。の岸辺彩香さんが、ゲットできました。よかったよかった。はい。って感じでございます。まあ、ピックアップ一人引けたのはかなり大きいです。はい。ということで。はい。ということで、以上が今回の、そうですね。まあ、性能解説プラス11年でございました。皆さん引けた方はぜひぜひ、MV とかね、本当に僕も早く見たいなってところなんで、
ぜひ当たった方 MV をね堪能してみてはいかがでしょうか。はい、恋色エナジー、恋色のエナジーと完全にもう明日また会えるようにはもうね僕からのおすすめだと思うんで、ぜひその2つの MV 見てはいかがでしょうか。ということで以上が今回の動画となります。この動画があったらグッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録まだという方ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter の方もやってるので Twitter の方のフォローも、ぜひよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。